はい、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。日経新聞電子版がドコモ料金値下げ、廉価ブランドも導入という記事を11月30日の夜に上げました。これに対してね、 NTT ドコモはまあこんな形で、ね、ホームページでコメントを発表しております。ただね、これ実際にまあいろんな媒体が後押してますし、まあね、話の内容的にはね、ほぼね、確定情報なのかなというふうにも感じております。NTT ドコモね、今までは、まあ、吉澤社長という方が社長を務めていましたけども、まあね、今日12月1日から、ドコモ新体制、NTT の完全子会社化になるというところですので、いい社長という新体制に変わります。なので、まあ、新体制のいい社長、並びに NTT の社長である澤田さんは、まあね、マルチブランド展開してもいいんじゃないかという話をしていましたので、ね、このタイミングで、まあ、こういった報道が出てきたというところだと思います。で、日経新聞によりますと、まあね、ドコモとしては、まあ、サブブランドといいますか、新しいブランドを作って、だいたいね、20ギガで3000円前後にするんじゃないかというふうな話もしてますし、メインのブランドでも値、ね、下げをするというふうに書かれております。これね、先月ですか、UQ モバイルと Y モバイルが、料金プラン新しいの発表しまして、20ギガで UQ が3980円、 Y モバイルが20ギガで4480円、括弧音声定額込みといったようなプランを発表していますが、まあ、これよりも安いプランで仕掛けてくるという感じになっております。これね、まあ料金競争本格化していくでしょうというところもありますし、かなりね NTT ドコモとしてはまあ攻めた料金体系になっているのかなというふうにも感じます。報道によりますと、まあ、サブブランドに関しては、ドコモとしては、まあ、ネットを専門にやるようなサブブランドにするという話をしていました。もうね、店舗では受け付けずに、店舗で売らずに、まあ、ネットで申し込み、ネットで、まあ、SIM カードを、まあね、契約して送ってもらって、で、それで、まあ、完結していくというものになっているの、なっているらしいので、まあ、若者向けというふうにも言ってますし、ね、そういったね、サポートに対しては極力お金をかけずに、サポートのコストを削る代わりに、まあ、ネットで展開することによって、まあ、安い料金プランを提供するという方向性にあるようです。でね、一方で、まあ、メインブランドに関しても、まあ、20ギガのプランを出すのではないかと。まあね、国際比較、総務省が出している世界6カ国の国際比較では、各国のナンバーワンキャリアで料金比較しましたというふうな、まあ、グラフになっていたりもしますので、ドコモの、ね、20ギガというのが、まあ、標的になっていたと。なので、まあね、ドコモは20ギガを下げれば、結果としてもね、国際競争力としてね、遜色のない料金プランになるというところもあったりもしますので、まあね、ドコモとしてはメインブランドで20ギガを設定して下げざるを得ないというふうになってたのかなというところです。でね、まあ、日経の報道を受けて、まあね、12月1日の午前中、武田総務大臣がこのような発言をしています。まあ、それぞれの経営、戦略に基づいた経営判断だと思いますので、個別のコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても、コロナ禍において、家計の負担が重くのしかかっている通信料、これを何とか皆さんに対して理解を含め、国民の負担を軽減するために努力していただきたい、ただそれに尽きると思います。国民が実感を、軽減されたという実感を、ね、味わっていただけるような環境を作っていただきたい、このことを切にお願いしたいと思います。はい、といったわけでね、まあね、コロナ禍なので、まあ、国民の負担感を下げるようにというような発言になっておりまして、まあね、KDDI のね、高橋社長が、国が料金決めるもんではないというふうに言った時には、ね、コメントはしないと言いつつも、まあ、けしからみたいな、許せみたいなことを言ってましたけども、まあね、これに関して、NTT に関してもね、コメントはしないと言いつつも、まあね、歓迎ムードな感じだったりもするのかなというところです。ただね、これまあ気になるのが、まあメインブランド値下げしました。さらにはね、サブブランドも安くなりました。で、まあ武田総務大臣が言うにはね、メインとサブの間にはね、障壁があるので、まあここのね、障壁を取り除かないことには許さんという話をしていました。ただね、これに関してね、実際ね、そのまあ、武田総務大臣としては今ね、メインからサブに乗り換えるには1万5000円程度ね、手数料がかかっているという話ですけども、とはいえですね、まあね、この解約するときの9500円というのはなくなりつつもあったりもしますし、まあね、ナンバーポータビリティの3000円の、ね、手数料もなくなりつつあるというところで言うと、まあね、このメインからサブに乗り換えるときのね、障壁というのはなくなりつつあると
というところがある中で、今日の記者会見でね、そこなくなりつつあるんじゃないかというようなね、ツッコミをされていました。でね、まあ、そのツッコミに対する武田総務大臣のコメントはこんな形になっております。9500円の中途契約金を やめるという、これは何ですか、電気通信事業法の改正、2019年に。この法改正以前の方には全部この負担というのは軽減されてないんですよ。それ以降の新規契約の人しか契約、それは適用されないんです。それ以前に契約した人は何の特典もないんですよ。そんなのってありえますか？その点は払い出すことに残されている。それを全然どこの会社も言わないじゃないですか。本当の実態と隠して表の綺麗事ばっかりで国民を欺いてるじゃないですか。残された課題に早くやってる。もちろんそこのところをきちっとやって初めてこうした制度改革に踏み切ったって言えると思うんです。ほとんどの方がその恩恵に預かれない制度は全く改革にはなってないと私は考えています。ありがとうございます。はい、といった形でね、まだまだね、2年縛りの人がいるじゃないかという話をしておりましてね、かなりね、お怒りモードといいますか、けしからんモードが炸裂するのかなというふうには思いますが、ただね、これもう2年縛りね、かかってる人も多いかとは思いますけどもね、これ料金プラン変えて2年縛り解くことも可能ですしね、もうすでにね、法改正が行われて1年経ったりもしますので、まあね、そこから考えるとね、だんだんね、これからね、2年縛りが解けていく人も増えてくるので、まあね、もうちょっと待ってもいいのかなと、なんでこのタイミングでね、そんなにかかってるのかなと、UQ モバイルも Y モバイルもね、まだ新料金始まってなかったりもしますので、まあもうちょっと待ってもいいのかなという、ふうにも感じております。あとね、私がね、まあ、一つ懸念しているのは、まあ、メインブランド下がることによってね、まあ、国民としてはハッピーですよと。でさらにね、サブブランドもまあ新しい料金作りましたと。でね、このメインとサブの間のまあ手数料ですとか、まあ、そういったものが下がっていくというところでいうと、メインからサブに乗り換えやすくなるという、ね、さらにね、メインも安くなるというところでいうと、まあ、気になるのが、ね、第4のキャリアとして参入した楽天モバイルですとか、あとね、格安スマホとして、まあ、一生懸命ね、ユーザーを増やしていた MVNO の立場が厳しくなるんじゃないのかなと。結局ね、みんなね、メインが安くなるだろうね、今まで使ってるメインのままでいいじゃないかなというふうなね、発想になりますので、誰もね、格安スマホや楽天乗り換えないんじゃないのかなという、まあ、指摘がね、出てきていて、まあ、業界全体からするとね、これから競争しなくなるんじゃないのかというふうに危惧されますけども、まあ、そういったね、危惧に対して、武田総務大臣、こんな発言をしております。大手3社の課税化を後押しするわけがないじゃないですか。これが、この異常な状況を正常化するために、その正常な環境を作ろうと我々努力しているんですね。で、これをやったら、MVNO の皆さん方が犠牲になるんじゃないかと。とんでもないですよ。すべての移行というか、乗り換えのハードルを取っ払うように我々努力しているんです。その一番恩恵を被るのは MVNO の皆さんなんです。一番の恩恵はそこに来ると思いますよ。ですから、それによって初めて、公正な市場競争というのが生まれる。私は自分政治や行政の力で値段を上げ下げすることは適切ではないと。我々はとにかく当たり前のですね、競争原理が働く市場というものを作る環境をいかにして作るか、そのことをずっと訴え続けたわけであって、そのためには乗り換えの目に見えない、国民に分かりにくい目に見えない障害というものを取っ払う、これが一番その近道だと判断しているわけですから、 MVNO の皆さんにとっては一番これは恩恵に預かる道だと、このように確信をいたしております。はい、といった形でね、これからね、まあ、アクションプランも進むので、乗り換えが進むからね、MVNO にとってはね、もう絶好のね、タイミングだという話をしていて、ちょっとね、この辺のロジックがよくわからないと言いますか、武田大臣何言ってんのかなっていうね、ちょっとよくわかんないっていう状況だったりもしますので、この辺ね、もうちょっと丁寧に説明していただきたいなと。メインブランドが下がると、なぜ MVNO が盛り上がるのかというところはね、改めて武田大臣には詳しく丁寧に説明してほしいなというふうにも思います。はい。
で、今回、NTT ドコモ、こういった報道がありまして、おそらく、近日中にドコモから正式な発表、新社長の就任とともに新発表あるんじゃないのかなというふうには思いますし、それに対して KDDI ソフトバンクがどう値下げしてくるかというところが注目だったりもしますので、そういったニュースがあるたびに、この動画を上げていきたいと思います。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。